ちは、サーペリカです。モメントで CEO 室室長兼エンジニアをしております。今回こちらのポッドキャストシリーズクラウド人図鑑5回目エピソードとなります。クラウド人図鑑ではクラウドサーバーレスコミュニティにパッションのあるクラウド人にスポットライトを当ててお話を聞いていきます。今回のゲストは株式会社ソラコム CTO of Japan の松井元和さんです。元さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。また CTO of Japan 就任おめでとうございます。ありがとうございます。もちろん知ってる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、先ほど紹介いただきましたけれども、株式会社ソラコムという、IoT の会社で、CTO of Japan というポジションやっております松井と申します。今この名前が多分モトって出てると思うんですけども、うち社内でみんなニックネームを持ってまして、みんなそのニックネームでお互い呼んでいるので、もし見かけましたらぜひモトと、気軽に呼んでいただければと思います。で、社内ではですね、創業者の CTO である安川健太ですね、ニックネームで言うと、がいるんですけども、彼は今US で、US の方のお仕事していて、なかなかCTO の、なんでしょうね、お仕事が、なかなか時間が割けないということで、CTO チームというのをこの数年間ぐらいやっていたんですけども、それがきっかけというんじゃないんですけども、2人の、なんでしょう、CTO で、全部引っ張っていこうというところで、CTO of Japan というポジションを、拝命しまして、で今は、新規サービスの、開発なんかを特に、中心にやってるんですけども、はい、そういった、形で、なんか二人三脚みたいな感じでやっております、うん、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ソラコムさんグローバル展開の大先輩であるというふうに思ってますんでたくさん学ぶとこがあるかなというふうに思ってるんですけれども、はい、まず第1の質問をさせていただきたいんですが、はいはい、元さんは Amazon Web サービスの日本国内初のエンジニアとして、クラウドの誕生から係を持たれてるかと思うんですけれども、実際にそのクラウド、Amazon Web サービスの前なのか後なのか、ちょっとそこもお話しいただきたいなと思っているところなんですが、はい、最初に携わるきっかけっていうのは何だったんでしょうか。そうですね、自分自身でクラウドをまず、触ってみたというところが一番スタート地点かなと思ってまして、Amazon の前に勤めてたゲームの会社では、社内にいわゆる今でいうとプライベートクラウドみたいな、自分たちでこう仮想サーバーをいっぱい並べて、でそれを、簡単にこうデプロイしたりとか、落としたりとかして、本当に便利に使ってて、これなかなかいいなって自分たちでも思ってたんですけども、ある日ちょっとなんか、ネットの記事かなんかを見て、なんか AWS っていうのがある、EC2 があるっていうのを見て、でそれを試してみたんですね。確か2009年ぐらいだったと思うんですけど、そしたらですね、なんかポチポチっとこうボタンを押したりとかするだけで、サーバーが Linux のサーバーがポンと立ち上がって、で中に入っていろいろ設定したりとか、すぐなんか使えたりとかして、なんかその当時僕がやっていたお仕事というのが、実際データセンターに行ってサーバーをラッキングしたり、ネットワークのケーブルをつないだり、 OS を入れたりなんていうのをやってたんですけども、その作業がもう本当一瞬というか、数分以内には、全部完了していて、でそれをどんどんこう、足したり、落としたりができるっていうのを見て、なんかすごく衝撃を受けたんですね。これがひょっとしたら自分の、仕事にした方がいいかもしれないなって思った最初のきっかけかなというふうに思います。でその後、これは、翌年2010年ぐらいだったと思うんですけども、Google さんの、クラウドのというか、Google さんの技術イベントみたいなのがあって、デブフェストだったかなっていうのがあるんですけども、そこに参加してみたんですね。なんかそのクラウドに興味を持ったっていうのもあって、確かに平日で、なんかお休み取っていった覚えがあるんですけど、そこで初めてちょっと開発者コミュニティみたいなものに、初めて触れたんですね。
で、まあ、その平日の昼間からですよ、あの大の大人がみんないろんな会社から集まってワイ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 、あのいろんなこう技術の話をしているんですけど、それまでの僕の感覚からいくと、その会社で、まあ、培ったというか、あのいろいろ学んだ技術情報って、あのすごく秘匿性が高いというか、秘密の情報という認識があったので、うん、そんなことを喋っちゃっていいのみたいな、衝撃、今となっては普通の光景だと思うんですけど、それにすごく衝撃を受けて、あ、なんかやっぱりこういうあのクラウド業界というか、クラウドのユーザーの人たちと一緒に仕事したいというか、ここのなんか一員になりたいなっていう思いがすごく強くなって、でそれをきっかけにちょっとなんか転職を考えて、でたまたまその当時その日本の AWS のまあ立ち上げの時のそのメンバーを探していたあのエージェントとお話をすることができて、まあ、運よく潜り込んで、で、うん、あの一緒に会社をやあの一緒にやってるようなメンバーとか、非常に大事なその出会いというのがそのすぐ後にあったんですけど、やっぱりきっかけはその EC2 のすごさみたいなところと、うん、やっぱ開発者コミュニティみたいな、そのオープンなそのコミュニティ、技術コミュニティみたいなところにすごく惹かれたっていうのが、あのクラウドを業界にまあ入るというか、あの行ってみようと思ったきっかけですね。はい、そうですよね。なんかやっぱりあのこの質問って結構あの皆さんにお聞きさせていただいてるんですけど、やっぱりそのクラウドが与えてくれるアジリティ、そのスピードの速さとか、うん、あの手軽さ、あと柔軟性っていうところがやっぱり皆さん衝撃を受けて、うん、あ、クラウドってこんなにすごいんだっていう、うん、なんか開発の観点をいろんな面から変えてくれるような、はい、あの動きだったのかなっていうところを感じました。で、あとこの開発者コミュニティのちょっとお話に紐づいて次の質問させていただきたいんですけど、うん、はい、あのソロコムさんってあのマックスさん、松下さんをはじめとするエヴァンジェリストの方々が在籍されているかと思うんですけども、あのソロコムさんにとってコミュニティというのは一体どんな存在なんでしょうか？そうですね、コミュニティ、まあ、コミュニティって多分いろんな切り口があるんですけど、あのうちのその会社に関わるコミュニティの中で、特にその今、話題に上がった開発者コミュニティというのが、あのソラコム UG、 ソラコムユーザーグループというのがありまして、でこれが、あることでですね、なんか私たちも何あの物を作るというか、サービスを作ったりとか機能を作ったりするときに、なんかその使う人の顔がちょっと頭に浮かぶというか、これ出したらあの人すごい喜ぶだろうなとか、なんかそういうのをちょっと考えながらというか、あのなすごく距離が近いのかなというふうに思って、あの勝手にというか、あの思ってるんですけども、なんかあのすごくその出した後すぐ使ってくれて、ここがあのコーラだとか、なんかそういうあのフィードバックもすごくいただきますし、そのやっぱり、リアクションの中にはあのサービスをすごく良くするためのヒントっていうのがあって、やっぱり皆さんここで引っかかるんだなとか、あ、ここはちょっと分かりにくいなと思ったら、そこを例えばドキュメント改善するとか、まあ、もしくはそのサービス側で吸収できるようなものであれば、ブラッシュアップしていくことでよりあの使いやすくしていくっていうところが、非常に助かっているというか、あの本当に何でしょうね、あの一番近くで伴走しながら、サービスを一緒に作ってるような感覚も、私は持ってるんですけども、はい、なんでやっぱり一番こう近くにいて、一緒に、サービスを作ってる仲間みたいなものとして、私は捉えてます。で、なんかこれってどういうふうに、あの例えば、この関係を作ろうと思ってもなかなか作れなくて、これ何が一番大事なのかなと思ったら、やっぱなんかその開発者コミュニティの皆さん、あのユーザーグループの皆さんというのは常にこうなんかワクワクするような新しいものが出てくるのを、まあ、常に待ってらっしゃるんじゃないかと思っていて、で私たちもそれに応えるような、ものを作っていかなきゃいけないという、なんかある種のこう、信頼関係というか、あのこういう期待があります、これに応えますみたいな、そういうなんか、まあ、の関係をちゃんと築いていかないと、なんかうまく成り立たないなっていうのがあって、まあ、いかにその
ユーザーさんたちの、まあ、興味を引くようなっていうのはあれですけど、なんかおって思ってもらうような、あのワオって思ってもらうようなものを、考えなきゃな、あの出していかなきゃな、しかもあの当然使いやすくて、使って、意味のあるというか、それによってなんか、いいことがあるみたいなものを、まあ作ろうというふうにあの常に思っています。まあ、ソラコム NG 自体は、あの、まあ、僕ら、あの、プラットフォームであるソラコムが、まあ、そうなんですけど、例えば、うちのサービスを使おうと思ったときに、じゃあ、クラウド側何か、例えば AWS さんとか、Azure さんとか、Google さんとか、まあ、そういったものと組み合わせたりとか、あるいはもうデバイスをどっかから買ってきて、それにうちの SIM を入れるとか、うち単体ではなかなか成立しない、プラットフォームなんですね。で、それを、まあ、模倣するじゃないですけど、ソラコム UG の皆さんも、いろんなその外部の、技術コミュニティ、まあ、サービスだったりとか、プラットフォームのコミュニティと一緒にコラボをして、ソラコムこれで何かやってみようぜとか、そういう、なんか、勉強会みたいなのが、あのすごくあの盛んに行われていて、なんかこれってそのプラットフォームがそうだからそうなったのか、まあ、あの皆さんが多分そういう思考で、なんかいろんなところと、一緒に盛り上げていきたいっていう多分マインドがあるので多分そうなってるんだと思うんですけど、そこはすごく面白いなと思う点ですね。はい、そうですよね。なんかあのモメントもソラコンさんと同じようにユーザーグループというのがあるんですけど、うん、皆さんすごい鋭いですよね。はい、少し新しいあの編集をドキュメントがした時もすぐに試してくれてもういろんなツッコミをくれるので、もうまさしくこれがこうあのテクノロジーの活性化っていうのにつながっていくんだなっていうのはすごい、あの私自身も実体験で感じているので、あのソラコンさんのお話聞けて、はい、よかったです。ありがとうございます。はい、であの本当早いもので最後の質問になるんですけども、はい、あの最後にですね、今後あの元さんがあの自身の会社ソラコムさんやコミュニティを通してクラウド、そしてソラコムさん IT の会社ですので、はい、IT でコミュニティの未来に期待することをぜひ教えてください。はい、わかりました。ちょっと最近、まあ、ちょっと前春ぐらいなんですけど、すごく象徴的な出来事が僕の中であって、とある、まあ、IoT のコミュニティというのが長くやられていたんですけども、あえて終わらせるというか、ちゃんと終わらせるというので、なんか創造的破壊をするための解散というふうにおっしゃられたんですけど、それがすごく衝撃だったんですね。なぜかというと、普通、まあ普通っていうのはあれですけど、コミュニティってなんとなくこう自然解散、自然消滅するみたいなことが多くて、開催の頻度がまあ落ちてきて、いつの間にか次回がなくなるみたいなことが多いんですけど、なんかそのやりきったなみたいな、あの役割を全うして、IoT っていうのが、まあ、ある意味普通になったというか、皆さん普通にこう社会にも溶け込んできてるし、当たり前の技術になってきてるので、まあ、そこまで走り切ったんで、解散しますみたいな、すごいなんかいいあのメッセージというか、いい、なんでしょうね、終わり方だったんですね。で、なんかクラウドとか、まあそれこそうちの会社みたいに IoT とか、最近だと、生成 AI 含め、なんか AI、LLM とか、まあそういったところ、盛り上がってるんですけど、一番最初ってなんか、やっぱり、ちょっとおもちゃ扱いというか、こんなのを使っても、なんか本番じゃ使えないよ、みたいな、よくあるじゃないですか、そういう揶揄が。ただなんかその価値をちゃんと分かってる人たちって、最初からそういう皆さんが懐疑的なフェーズでも、いやもうこれは僕はこれにベットするんだっていうことで、もうすごくコミットしていくっていう方がすごくたくましい方々がそういう技術コミュニティを、まあ、作っていくっていうのが、まさしくそれが僕は技術コミュニティだと思ってて、で自分もやっぱこれだなって思う、さっき の, Google さんの、開発者イベントの話じゃないんですけど、あ、ここになんか飛び込んでみたい、ここに飛び込んだらなんか変わるかもしれないみたいな、なんかそういう技術を見つけた時にですね、そういう技術の発展とか、まあ普及になんか少しでも自分が関われたらすごくいいなと思いながら、そういうコミュニティが今後もですね、いろんな技術を軸にして生まれていって、でどんどん発展していけばいいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。なんか熱い思いが伝わってきました。人生がね変わる体験ってなかなかない、うん、僕もなんかそれで飛び込まなかったら、まあなんか今どうなってたかもわかんないし、なんかそこも、うん、あの技術コミュニティを通じて人生変わった人も何人も見てきてるので、うん、あのなんかまだそういうところにあのちょっと勇気がなくてあの飛び込めてないって人いたらもう勇気を持ってドンと行ってみるといいかなというふうに思います。そうですよね、皆さん温かいですしね。はい、はい、楽しみです。ではあの最後7月半ばに、はい、大きなイベントがあるそうです、はいはい、ありがとうございます。振りを、はい、7月17日ですね、今年2024年の7月17日にあの弊社のソラコムの、年次のイベントがありまして、ソラコムディスカバリー2024というのがあるんですけども、この、夜のパートですね、19時から、ソラコムユーザーグループ、先ほど の, あのユーザーグループのイベントもありますので、ぜひあの、まあ、ちょっと昼間はなかなかねあのお仕事があって難しいかもしれないですけど、もしあの例えばナイトイベントだけでもっていうことでも全然ご参加いただけますので、ぜひ来ていただけるといいんですけども、今年のテーマがですね、なんとあの変える今ここからみたいな、ちょっとさっき の, あの人生変わるじゃないんですけど、うんうん、何かしらちょっと持ち帰っていただくというか、それをもって何か自分のその例えば困りごとが解決するとか、なんかヒントになるとか、なんかこの世界に行ってみたいみたいなことを思っていただけたら非常にいいなと思ってますので、あの例えば IoT とか、通信とか、あるいはちょっと AI もあの最近我々取り組んでいるところでもありますので、そういった技術に非常に興味があるという方がもしいらっしゃったらですね、足運んでいただいて人生を変える経験をですね、ぜひしていただけたらいいななんていうふうに思います、うん、はい、もう私もアメリカからあのエールを送ってますので、ありがとうございます、成功を祈っておりまして、皆さんぜひ、はい、あのソラコムさんのイベントを参加してみてください。人生がきっと変わるはずです。ありがとうございました、はい、今日はたくさんいいお話が聞けました、はい、ありがとうございました。